こんにちは、まーです。グラ様やっていきたいと思います。はい、ということでね、今日なんですけども、まあ、前回に引き続きね、盾のコラボ、間違った。盾の勇者の成り上がり。びっくりして、まあ、盾のコラボの成り上がりって言いそうになったわ。ガチャね、まず無料召喚からね、引きますけども、今回はね、宝具。コラボ宝具をね、引いていきたいと思います。おっと、これ無料で。ああ、びっくりした。星5来ちゃうかと思った。もうここで運使うのも怖いよね。まあでも、使っても使わなくてもね、来ないときは来ないんだけどね。最近ね、ちょっと1日おきの投稿になっててね、申し訳ないです。ただ最近ね、ちょっとこう、まあ、またね、言い訳なんだけど、ちょっと忙しさもあって、みんな忙しいと思うんだけどさ、一日置きがちょっとね、ちょうどいいので、ちょっと今のところこの頻度でやっていくと思います。これだね。初回だけだったっけ？あ、毎回確定か。まあでもとりあえずね、11連だけしようと思ってます。毎回確定でもやっぱ闇は闇だからね。ピックアップと言っても、星5確定の 0.33 と 6.7 と 1.31 か。なるほどね。OK です。割と低いね。じゃあ行きます。止まれば勝ちかな。もしかしたら。わかんないけど。あとは何個あるかかな。1個かまあでも、赤じゃないのも止まる可能性あるよね。4の武器で。宝具で。いやー、せめて1個拝みたいな。コラボ拝みたいな。うわー、何これ。9魔か。マジか。ちょっと待って。いや、せめてさ、コラボ拝みたくない？ねえ。いやー、なんかそんな深追いする気なかったけど。でもこれ3つしかないのか。いやー、コラボ持っときたいよね。どうしよう。まあ、天井までは行かないとはもちろん思うけど。いやー、でもな、なんか特別欲しいみたいのがあるわけでもないんだよな。とりあえずやめとくわ。チキン。とりあえずやめとく。まあ、イベントも私まだね、回ってないのでね。ちょっとイベント回ったりしつつ決めようかな。皆さんはね、宝具引きましたかね？もうきっと引いてるよね。で、毎回確定だから、まあ、暑いは暑いよね。ただ、よく来るからな、宝具もな。あとは、そうだね。まあ、ちょっと時期を見てだね。あとはね、後日このね、チケット、コラボ召喚チケットとかもね、消化していきたいなとは思ってます。はい、ということでね、ぜひぜひ皆さんの結果も教えてください。よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。